はい、それでは今日は、半導体について考えてみます。で、半導体っていうのはもう皆さんご存知ですけど、ただ私もね、理系じゃないので半導体の細かい仕組みとかそういう難しいことを言うつもりはありませんね。昔日本が半導体をたくさん作っていてたくさん金を儲けていた。今はそうでもなくなってきている。昔は日本が世界の最先端だったけど今はだいぶ遅れているということで、そんなことを、話題にしてみたいと思います。はい、まず日の丸半導体、まあ、つまり日本製の国産の半導体がですね、凋落した、ね、かつては良かったのにダメになってきちゃったと、ね、いう話からです。いつ頃良かったかっていうと、20世紀の終わりの頃、ね、1986年の時点で DRAM っていうのはメモリーですね、何か読み込んで記録したりまた読み出したりするそういう半導体が、当時はこういう半導体が世界で最先端だったんですが、この時の順位は、NEC 東芝日立日本メーカーが席巻していたっていうことなんですね。つまり世界で一番進んでいたし、まあ、世界で一番金儲けをこの半導体でしていたということになります。ね、日本が金儲けすると必ずアメリカが危機感とか言ってますけどイチャモンをつけてくるというわけですね。当時、アメリカの大統領はレーガン大統領、ね、それから日本は中曽根康弘首相でね、この二人はですね、まあ、中曽根氏はロンとかヤスとか呼び合ってですね、こう対等であるかのような演出をしてですね、随分自分はレーガンと対等に渡り合ってるんだよみたいな演出をしていましたが、実態はそうではなかったということですね。まあ、これニュース的にも、まあ、注目していた人は多分賢い人で、私なんか特にあんまりその半導体に関して注目してなかったんですが、結局アメリカが日本の製品が安すぎると、ね、しかもアメリカの利益を侵害するということですね。88年に日米半導体協定というのを結びました。大きく2つです。ダンピングの防止、つまり日本の品物安すぎる、企業努力をして安く作ってそれを安く提供しているのは資本主義では当たり前のことなんですが、アメリカはこれをダンピングというんですね。まあ、いろいろ今中国なんかも言われてますが、いろんな方法で、まあ、良くない方法で安く売ってるんだというふうに決めつけていく、ね、つまり値段はこの協定で決めよう、まあ、早い話アメリカが値段は決める、つまり高めに設定してアメリカの品物と競争して日本の方が弱くなるようにしてくれるという、ありがたくない協定ですね。もう一つは、日本は家電だとか自動車とかの産業が盛んですが、そこで半導体がいっぱい使うんですが、これも外国メーカーにこう、ね、市場開放しろと、最終的に 20% まで開放してですね、ここでやっぱりアメリカや韓国やなんかのメーカーがですね、日本で金儲けができるようになってきた。で、まあ、タイミング的にもまずくてね、これが非常に半導体メーカーには大きなダメージだったんですが、タイミング的にこのあとバブルの崩壊というのが起こるんですね。で、こうなるとですね、日本も良くなくてですね、この NEC 東芝日立は半導体だけを作ってるわけじゃなくて、家電だとか場合によっては発電所、原子力発電とか、または新幹線のような列車など大きなものも作っているので、まあ、そういうのが花形で、半導体はこうトップの座じゃないんですね。なので簡単にこう優秀な技術者をリストラしてしまう、または給料があまり伸びない、または仕事があまりさせてもらえないってなって、でこの時にですね、まあ、韓国のメーカーなどがヘッドハンティングしていくんです、日本の技術者をね。まあ、週休2日で、まあ、月曜日から金曜日まで日本の企業で働いて、土日は韓国に行ってですね、相手に技術を供与する、つまり日本の技術をここで盗まれちゃってるってことですよね。うん、はい、ということで、まあ、韓国の企業や台湾の企業、またアメリカの企業、海外の企業に行ってしまった優秀な技術者もいっぱいいた。日本が優位だった半導体の技術はこの時みんな流出してしまった。でこんなことが重なっていきますね。はい、こんなふうに半導体の地位は低下しているね。前は半分以上日本のシェアがあった、一番多い時は 70% 近くあったみたいですが、最近は 6% ですごく下がってしまったってことですね。はい、まあ他にもあってですね、まあ、日本はこれを復活したいわけですよ。まあ、金儲けももちろんしたい、
けれどももう一つね、安全保障上もすごく大事です。最近はね、地政学とかサプライチェーンとかですね、いろんなことが言われててですね、この得意な産業も一つの安全保障に関わってるんだという考えをするようになりますね。よくね、食料の安全保障とかエネルギーの安全保障なんて言いますんで、これもね大事ですね。例えば今ね、トップはね、韓国と台湾が非常に力が勢いがあるんですが、特に、台湾のメーカーがすごいんですよね。で、そこにシリコンシールド、つまり半導体の盾というんですね、今世界最先端の半導体は台湾でしか作れないんですね、先端的なものは。そうするとですね、現在中国が台湾を狙っていると言われて、アメリカと中国が対立している。万が一ですね、中国が台湾を取ってしまうようなことがあると、その先端半導体は中国のものになってしまう、アメリカには手に入らない、ね、つまり台湾はこれを利用してですね、アメリカはこれで台湾を必死に守ってくれる、ね、ということになるわけですよ。つまり安全保障としても重要な産業を持つことは大切なんだということで、切り札の一つと考えられてですね、日本はそういう意味でも心配ですよね。日本もやっぱり、アメリカの安保条約で守ってもらっている状態で、さらに守るべき大事なものが持ってないとすればですね、真剣に守ってもらえないんじゃないかという心配が出てしまいますよね。なので単なる商売だけではないということらしいです。さて、じゃあこれね、復活させたいんでね、一応題名は日の丸半導体の逆襲とつけてみました、ね、さっきと同じ、です。このグラフはね、シェアが少なくなっちゃってるよっていう話なんですけど、これね、シェアが少なくなっただけじゃないんですよね。先ほどDRAM って言ってた、メモリーね、を管理する半導体が最先端、今はね違うんですよね。今はですね、ロジック半導体、メモリー半導体、アナログ半導体、パワー半導体のね、この4つねあるんですね。私もね、あまりよく知らなかったんですかね。あ、そうなんだと思ってですね、ルネサスだとかロームとかですね、日本に優秀なメーカーがあって、メモリーの、半導体ではまだ競争力があって、日本の製品も優れている、認められている。それからですね、光や音だとか温度などをの情報、つまりアナログな情報をデジタル信号に変換する。これね、最近ウェアラブル端末なんつって、体につけてですね、脈拍とか体温とかそういうのを測定する、これなんかもアナログ、これね、ソニーなんかが非常に強くてですね、これも優秀な、産業になってます。さらにパワー半導体、電気自動車、EV などで電圧とかを制御してですね、家電なんかでもそうですけども、パワーを制御するね、パワー半導体、三菱電機が非常に強いということで、日本メーカーはまだなかなかやるじゃんっていう面もあるんですが、肝心のロジック半導体、これが要するにスマホやパソコンの CPU のね、頭脳の部分を、やる半導体が日本にはね、ない、ないとは言わないんですけども、型落ちしてるっていうのかな、台湾や韓国にはかなわないんだそうです、シリコンのチップに、この今ちょっとバックにあるのがね、半導体の配置で、これ印刷するように、定着っていうんですけども、シリコンのチップにこの配線をしていくんですけど、これがまだね、日本の技術は先端とは言えない、ロジックに関してはね、ということで、日本メーカーではまだ最先端のものは作れなくて、台湾の TSMC っていうメーカー、日本熊本に工場を作って、日本でこれが最先端に近いものが作られるんですね。はい、ですがこれは、我々昭和の親父から見るとですね、日本の優れた会社が海外に工場を作る、中国だとかね、東南アジアに作るっていうイメージが、今度は台湾の TSMC が熊本に工場を作って、日本の人を雇って、作るというね、なんか時代は変わったななんていうふうに思ってしまいます。ね、というふうにですね、TSMC はちょっと補足しておきますと、完全に半導体専門のメーカーです。さらにもう一つは、さっきのように自分の会社の品物に半導体をつけるために作るのではなくて、完全に例えばアップルだとか、iPhone 作るからその半導体とアップルが設計をしてですね、TSMC がその設計も
もう相手に任せてその製造だけをするんです。だから、ね、余分な、ね、人だとか余分な、ね、設備投資がいらないんですね。作ることに専念するとね、ファウンドリーっていうんだそうです、ね。ということで、非常に力を伸ばしているという、ね。で、熊本のメーカーでは本当に最先端のものは作れないみたいですね。ちょっとね、これアメリカにも工場があるし、あとヨーロッパにも工場を作るんですが、さっき言った理由ですね、中国に台湾が取られないようにするために最先端の一番すごいものは台湾で作る、ちょっと、レベルが低いものを、まあ、日本やアメリカや、ヨーロッパで作る、こうして台湾は安全保障も守ろうとしているということになるようです。さあ、これで負けてられないということですね。日本もいろいろ巻き返しをしたくて今までもいろいろやってきたんですけど、大抵失敗しちゃってますね。大体うまくいってないんですね。で、まあ、去年ですね、まあ、大きなニュースとして、まあね、トヨタだとか NTT とかですね、また銀行だとかですね、まあ、日本のそうそうたる大企業がラピダスという新しい、ね、半導体の専門の会社を作ると。で、これで、台湾や韓国が作っているような世界最先端の半導体を復活させて日本がまたトップに出るんだと、巻き返すんだと、ということで、大きなニュースになりました、ね。日本の政府が補助金を出す、ね、それからアメリカの IBM とパートナーシップ、それからその他の機関とも研究機関とも、提携、ね、してね、知識を共有する、ね、そして工場を北海道に作ってですね、そしてTSMC みたいに半導体専門で製造を行いたいなって思ってます、ね。まあ、心配なことはいくつかあるよね。このそうそうたる大企業っていうのはですね、この企業がですね、古い体質だったりまたは企業同士の争いがあるとうまくいかないですよね。これラピダスの前にも LP ダメモリとかあったんですけど、みんなダメになっちゃいました、ね。あとね、補助金ですよね。政府が本当にいくらでも補助金を出してくれるか、これもね、日本の今経済力をしてるんで心配ですね。例えばコロナウイルスのワクチンをどっかの、会社が作るとしていてですね、株を売り出したりしてましたが、とうとう作れませんでしたね。やっぱお金足りないんじゃないかなと思ってしまいますな。そしてこの人たちがですね、もう一回具体的に何を作るかっていうと、サムスンや TSMC が作っているような半導体なんですが、まあ難しいことはよくわからないんですが、この後ろにある半導体の配線が細かきゃ細かいほど最先端みたいですね、はい。例えばパソコンの CPU に半導体がたくさん使われたけど、やがてみんなノートパソコン、ね、そして、タブレット、だんだんパソコン小さくなってきてますから、私の理解ではですね、小さい面積にたくさんの配線が細かくできる、つまり一本一本の線が細い方が、最先端の半導体、ね。例えば一番新しいアップルの iPhone のやつは16億も一つ半導体にこう素子トランジスタが並んでいる、そんな細かいものを作るんですね。億単位の、ね、ものを並べる、まあ、細かければ細かい方がいい、ね、はい。というわけで、さらにこうスマホまたはこうウェアラブルなものになるとさらに小さくなってもっと小さくしたいと、ね。でこれが、ナノメートルってですね、1mn 1ナノメートルは1ミリメートルの100万分の1、すごい超小さい。現在の日本の技術では40ナノが限界なんですが、これ今ね、2023年の秋に今この動画作ってるんですけど、目標はなんと2ナノ、ね。これはちょっと素人考えで言っても急に2ナノにはできねえだろうなって思っちゃって、今ね、3ナノとか4ナノが先端なんですよ。で、2ナノが作れれば日本が再びトップに出られる、それは言うのは簡単ですけど、どうやってやるんだろうな、ね。もう私は、ね、細かいものを作るってことですね。まあ、日本でもともとだけど、さっきの日本がトップだった頃は、DRAM の作ってる頃はすごい細かいのを日本人が作って、アメリカがそれを脅威に感じてたんですよね。得意だったはずなんですよ、ね。だからいろんなことで今の地位に落ちてきちゃったわけなんで、ここで挽回したいとね、まあ、頑張れというほかはないですね。
ウサギと亀の絵も描いてみましたが、悪口言う人はダメだよ、どうせ無理だよってね、40なのじゃ勝負にならない今ね、周回遅れ、ね、何周も遅れてるんで、これから頑張ったからって競技ができる、競争ができるレベルにないっていう厳しい意見を言う人もいますね。まあ、私も日本人なので、日の丸半導体が逆襲してですね、返り咲いてくれる、またはこう世界と切磋琢磨して、技術を高めてくれることを、まあ、願うしかない、応援するしかないということに考えてます。皆さんもね、こう若い人はもちろんそれね、実際に作る側になるっていうのもすごいいいことだと思うし、ぜひね、これからもこの行方をね、見守っていってほしいと思います。私もこの後ニュースをね、見守っていきたいと思います。ね、じゃあ、内容はすごく大雑把でしたが、日の丸半導体について話してみました。